マジで、いやおかしいってこの組み合わせは。いやこれはおかしいって。シティラブくん、あ、もしもし。あ、お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。ちょっと今配信中なんですけど。はい。お前車の音聞こえてるけどね。じゃあなんか今さ、アノマリーの解放やってるんだよ、アーキアで。で、アノマリーで解放してんだけど、なんか条件の1個が、なんか変な画面で3分間放置みたいな今状況で、めっちゃクソ暇なのね。だから、今放置してるから。どういうこと？いやなんかそういうなんか条件なんだって。3から5分放置するんだって、この画面で。だから、いやなんかキモいすぎる条件あって、あ、めっちゃ普通にネタバレしてるけど、ごめんね。全然もういいけど。だからなんか今ちょっと暇すぎるから、なんか、ああ、うん、久しぶりにって思って。あとさ、最後の条件がなんか、うん、ポテンシャル以上の成績を取るっていう意味が分かんない条件で。いや意味分かんなくない？今一瞬意味分かんなくない？テレビさんのポテンシャル以上の成績を取ってください。不明定数 10.9 の曲を PM するのと同じ、またはそれ以上の成績を取ればいいってことですよって言ってるから、俺のポテンシャルだと 10.9 以上の曲を PM しなきゃいけないの。 10.9 って何がある？え、カラコ。つまりカラコ。結局そこに戻るんだ。てか今日さ、俺はもう一日中やってたせいでさ、このゲーム指痛すぎて、いやマジ無理なんだけど普通に。じゃあだって暇すぎてずっとやってたと楽しくて。いやでもいいじゃん、もうカラコやっちゃえばいいじゃん、今までずっとやってきたんだし。まあそうだね、確かに言われてみれば。え、これうぜえのが、俺よりポテンシャル低いやつが、あの銃みたいなやつな何と PM して俺より先に解放してんのがクソシャクなんだけど、イライラするわ。あ、来た。え、今何曲目なの？いやもう5曲目。一番あの 4曲アノマリあるじゃん、もう一個出てんだよなんか今。どういうことです？なんかね、みんなでやらなきゃいけないのこれは。世界中みんなで。なんか意味わかんないくない？なんかシティライブもやんなきゃいけないし、俺もやんなきゃいけない、みんなでやるやつがあって。昔の太鼓の達人のあれみたいな、何かなかったっけ？全然知らんわ。4個目がそれなんだよ、そのポテンシャル以上のスコアを取るっていうの。だからもうできないから、どうしよう。大根、じゃああのさ、じゃああの本当にいいんだけど、本当に代行した際にはもうすごい荒れるぞ。まあいいよ全然。テンペスティッシモで嵐どころの騒ぎじゃないよ、ちなみに。もっとすごい嵐起きるよ全然、俺らの配信で超える。テンペスティッシモいいよ全然。え、全然いいよ普通に超えるけど。あ、ダメだ。いや代行ダメらしいよ、なんか噂によると。あ、そうなんだ。そうだから代行、まあ、いいんだけど、いいよ別に、俺はいいけど。解禁しに、まあどうなるんだろうとは思うよ結局。え、ちなみに俺がやるとしたらテンペビヨンド EX プラスでか。え、そうなんだ、テンペストピットピッショペッチュンだって。聞いた？シーライブ聞いた？テンペスティッシュもビヨンドを EX プラスで解放できるんだって。え、クソザコやん、クソザコって言っちゃう。え、全然いけるじゃん、マジかよ。なんだと思うスコア？いいよ、見てる人もシティライブも全員1と、そして当たってる人金一封だ、金一封。991とか出る。舐めてる。今家行くと家にママがいるから。じゃあドライブでもしとって、その辺で。ドライブしてくるわ。ちょっとグリてかさ、シティライブちょっと一瞬だけ俺の YouTube 覗いてさ、あれ見てほしいんだけど、どんぐらい配信がラグってんのか見てほしい。今さ、なんとなく曲わかるじゃん通話で。シティライブそれカーナビ切っといた方がいいよ。え？カーナビついてたら切っといた方がいいよ。ついてないか？カーナビついてないよ。ならいいや。救急じゃん。ちょ、何の音それ。変なリズム刻まんでくれん。別の BTM 刻まんでくれん。あ、ごめん。まっ、マジで指痛い。え、別にママおっても一瞬だけミュートすればいいやん、家ついても。やだ、ママにこんなんと通話してんのバ
こんなんって言わんでくれん。997。え、高っ。うまい。え、家着いたじゃないの。家着いたよ。お母さんにおるよ。家入るとお母さん嫌だから、もう車の中で世話する。あ、そういうことね。Wi-Fi 借りてね。そう。Wi-Fi が必要。あれ、ハイグレ昇格したよと。ちょっと静かにして。もう。なんか聞いて。FR しそうだった今。フリックスターレイオン、なんか今一瞬あれしそうになった。フルリコールしそうになったんだけど、なんか全然できんかったわ。静かにしてって言ってたけど、全然アークノーズに見つったわ。いや、マジいけそうだったのよな、一瞬。お母さんとジュニアプレイ。ブーンじゃなくて、なんか俺ね、いや、なんかさ、ブーンってさ、なんか俺のやってるその声ネタさ、なんかね、BOON じゃなくて、なんかね、違うんだよね、もっと発音が。なんだろう、いや、なんかね、なんだろう、うーんなのよ、わかるこれ。なんか飲み込んでる。いや、本当に飲み込んでる。よくわかった。うーん、いや、これね、あれなんだよ、なんだろうな、うーん、だから、なんだろう、WU から始まってるか最初。わかりますこれ。あんまそういうこと言うね、やめてもらっていい。小学生見てるかもしんないから。まあでもプロセカじゃないから今日は見てない、さすがに。まあ、アーケはもう世界終わりみたいな。そう、アーケはもう世界の終わりみたいな人しか見てないから大丈夫。そう、アーキャは世界の終わりだから大丈夫。よし、あ、いけた。これでミリ残しゲージが終わるはず。これで、あ、ちょっ見てこの画面。おい、俺のデコしか映ってないぞこれ。これか。おいさん、横にして見て、シライブ。お、何これ、警告とか書いてある。警告、ここから先はちょっと待って、これ画面にめっちゃ YouTube の画面にめっちゃ映ってるわ。ここから先引き返すことはできません。取り返しがつかないとしても続きで進みますかって書いてある。めっちゃ普通に言っていい、めっちゃ普通に言っていい。俺、引き返すことできなくて取り返しがつかないんだったら全然行きたくないんだけど、この先別に行きたくないけど俺。あ、キャンセルしろ、キャンセル押すわ。すいません、さよなら。もう出るの。え、出ちゃうかもしれない。行くよ。いいよ、行きます。続き、え、ちょっと待って、画面録画するって思ったら、待って、充電が 2% しかない俺。 2% 頼むよ。何これ、映像。あ、めっちゃ普通にストーリーが始まりました。充電、俺最近読もうとしたけど4行ぐらいでやめたわ。あ、そうなんだ。国語の教科書の方が読める。うわ、やばい、来た。誰？来るよ。え？マジで？いや、おかしいってこの組み合わせは。いや、これはおかしいって。あ、全然思ってたと違ったわ。ちょっと待って、話が違うって。誰？ちょっと待って、これ何これ。うわっ、終わってる、配置が。待って、12来た。11プラスは？ちょっと待って、話が違うって。ちょっと待って、忙しい。ちょっと待って、おかしい。ちょっと待って、本気でやるわ。
ちょ待って、本当に死にたくない、絶対死にたくない、俺もうマジ一発で解放してるわ。なんかラグくれ、え、な、誰この声、ちょっとみんな見ました今ラグがすごいです、ちょっと皆さんラグがすごいです、僕の iPad が耐えられません、やばいやばいやばい、あ、もうこれ感想とかそういうのないわ、うわちょっと待って、いやすごいってこれ、なんか目やについた時の視界みたいになってる、でもちょっと目やにがついた時の視界みたいになってるって、なんか揺らぐの視界が、え、やばいこれやば、あ、相変わらず6になってるわ、ちょっと待って、ね、これ本当に、ね、これはやめた方がいいって、このね、これやめた方がいいでしょさすがに、これいやこれ画面見てるし、うわしかも電変わった、してるか、ちょっと画面見てる、これまさかこの初見動画シティライブと一緒に行われることになると思わなかった、ちょっとこれおかしいって、これ12とかじゃない、なんかさこれあれじゃん、なんかさちょっとおい、これすげえ失礼なこと言っていい、なんかたまにこういうファンメイド見かけるよこれすげえ失礼なこと言うと、こういうファンメイド見かけます僕、うわなんか、いやこれマジでやばいわ、いやこれ多分ね理論値出ないわこれ絶対、いや指押しとか出まくりなんだけど、なんか指押ししながらだって、え、やば、え、これやばくない普通に、いやこれちょっと待って、ノーツ数どうなってんのこれ待って、めっちゃ熱い曲が、ちょっと待って、これさ手も足も本当に出ないんだけど、俺結構上手いと思ってたんだけど自分のこと、え、こんな手も足も出ないことある、しかもなんか目矢についた時の視界みたいな、初見7790万、やばっ、うわっ、しかも何まだあんの、何、え、うわっ、ぶっ壊れた、待ってぶっ壊れた、このゲームついに、え、やばいやばいやばい、めちゃくちゃ熱い、ちょ、みんな見た、ぶっ壊れたんだけど、え、やばくない、ちょ、充電確認し、あ、2% ね、大丈夫、え、何も見えなくないこれ、曲めっちゃいい、ちょ、シティライブ聞いてる、聞いてる聞いてる、なんかさ、壊れたの、アハキアが目の前で、見た今、これ今もう通話とかどうでもいいから、もう普通に配信見てるわ通話とかどうでもいいって言わんね、まあ、これちょっと切り抜きさすがに上げるわ、画面録画してるからね、いい画面で撮れる、作曲者誰だったの、なんかボイド、わかる、あ、めっちゃ聞いたことありそう、あの、あいつ、あの、いい言い方するとワールドバンキッシャーで、悪い言い方するとスレンダー悪いっていうの何って感じなんだけど、バンキシャ、いい言い方だとバンキシャ、悪い言い方だとスレンダー、ステライツのスレンダー、ステライツのスレンダー、今笑うとこじゃ、今ちょっと笑うとこじゃないけど、画面映え的にもっとうおーなるところやから、ちょっと笑わんといて、なんかもう、あの、あれだから、切り抜き上げた時、待って、めっちゃ喧嘩してる2人が、命が削れるような絶叫と応えるように食われていく命、いなんか体がどうのとか言ってる、うわ、なになになに、これが終わり、こうして音が止んだ、一つの命と一緒に、あ、死んだのこれもしかして二人とも、殺臭じゃん本当に、貫いた体内へと侵入した瞬間から、その刃は黒い少女の生命を飲む、観音小説みたいな感じになってるけど大丈夫これ
普通にこのままそのまま粉々に散り消えてゆくかけら。え、命が終わったって書いてあるんだけど、これ死んだの？死亡エンド？光が隊列殺して終わり？光が殺した？ね、弱いと思ってた、あの人。ね、殺された顔や。ね、だって曲が全部隊列の方が強いもん。BGM めっちゃいいわ。そこだよな。確かにもうストーリー12かって思ってるわ俺も今一瞬。一瞬10年確認していい？10年2パーね。うわーちょっとバッドエンドだって。これ俺が悪かったの？これ俺がさ、スコアいいスコア取るとあれになったりするのかな？いい方向行ったりするのかな？あ、警告無視したから俺が。なるほど。え、これどうなっちゃうんだろう。これさ、今の流れ的にどうなっちゃうんだろう。死んだ世界に、だってさ、アーキアがもうあの全てがあるアーキアの世界が行かれたんだよ、もう。わかります？シティライブ、この意味が。あのさ、曲選択してる画面とかあるじゃん、なんかいろいろ。ああいうのも全部アーキアなのよ、一応。なんでアーキアが死んだんで、これもうあのパック解消してです、普通に消えたんで全部僕が買ったやつ。遊べない？うん、普通に消えました全部。アーキア終わった？いや普通にマジで回収し、お金を。いや、アーキア2始まるって。いやでもさ、いやこれやばいわ普通に。マジでクオリティ高いというか、こうして楽園守れた。え、何これ。うわちょ、画面見てめっちゃ面白かった。今さ、スタッフロール流れて いきなりアントン・プリダトコからスタートして、俺ちょっとじわってきたわ一瞬。いや、マジですごい、アーキア、マジですごいわ。ありがとう、本当にガイさん。本当に面白い、このゲームは。いや、マジで。いや、久々に感動したわ。定期的にアントン・プリダトコ。いやーすごいわこのゲーム。いやー終わったねついに。終わりなんだ。終わりました。え、どうする？してライブ終わったけどこの後やばいらしい。ちょっと待って。一個も俺が一個心残りがあるとしたら、カラコ1個だけね。心残りカラコかな。そこカラコなんだ。うん、ここカラコ。アーキア2ってネーミングちょっとダサいけど。アーキア2がガチでおもろいな。だってセンスないもんネーミングの。アーキア2。うわー一周回ってきてまた終わっちゃう。アーカブやった後にさ、一回タイトル画面戻ったみたいな感じになっちゃった。またいや、いやすごかった本当に。いや本当に、え、誰もいなくなっちゃった。タイトル画面、そっか死んだから。いや誰もいなくなっちゃった。アーキアのアイコンを変更しました。なんかアーキアのアイコンが変わりました。なんかあのあれののアプリのなんか前例でもそういう機能あるけど。あ、なんか光ゲットした新しい。アーキアの物語は幕を閉じました。二人の宿命における選択はなされ、つむじられました。もう結果は覆りません。新たな能力が解放されました。条件を満たした時再びあのマリの、え、そうなんだ。新しくストーリーが一つ解禁されています。ねえやばい、隊列がいなくなった。死んだから。みんな、中二ペンギン、うわ、ちょっと待って、みんな見て、ここ。中二ペンギン&、何、ハテナ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 になってる、これ。キャラが、中二ペンギンと隊列のキャラが、ハテナハテナハテナ&トリン。ちょっと待って、怖いすぎる。死んだ。いや、俺、ちょっと、一応、ちょっと中二ペンギン使っといていい？
なんかこれなんか中二ペンギンこれセガのガッツリセガの著作物が写ってるから多分これだけはなんかあの恐ろしいことになんないんじゃないかなと思いながら、いやちょっとちょっとちょっと、あ普通にいるじゃん。対立がいなくなっちゃってる。一人も。え？え最悪なんだけど、ちょっとさ、は聞いてね。ちょっと待って聞いて。俺ってさ、あ俺テンペスト対立いねえと思うにワールドモードやってらんねえんだけど。いや先に言ってそれ。テンペスト対立いないと俺やってらんないんだけどワールドね。あいつらプラス10ぐらい、あの20マックス20のやつに比べてプラス10ぐらいいくからマジ有能だったのに。ちょみんな見てここ、ちょみんな見て、ちょこれ画面見える？やばくない？これ4位の人やばくない？これ多分対立ってことだよね。いやー待って本当に泣く。これは対立がいなくなっちゃった。ちょっとこれはひどいって。楽曲ジャケットにはいるわ。うわ新キャラ目って、新キャラ待って、対立、テンペスト対立より強いわ。あ、お前だわ、やっぱ。新キャラのステップ値がテンペスト対立でぶち越えてる説ある、普通に。フェイタリスゲージ。スタミナを犠牲に、ワールドモードを過負荷状態にする。なんかフェリキタスゲージみたいなやつが、なんか、過負荷ゲージにするってどういうこと？ワールドモード。ちょ、一回さ、これでワールドやってみない？あ、そう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 、めっちゃわかるわ。曲がね。で、これゴーマーなんだよ、ここ。トゥンテ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 ン。で、めっちゃゴーマーじゃね？言われてみると。いやー、すごい。ゴーマー懐かしすぎだろ。ゴーマーどうせ太鼓でやってただけでしょ、シティライバー。そう、太鼓の達人でゴーマーめちゃくちゃやってる。絶対グルコス やったことないやん。TikTok の曲じゃんけんし起きてんじゃん。22いったわレベル1で、めっちゃすごくね。なに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 、なにこれ、ワールドモードが過負荷状態です。解消まで所有時間60分。なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、助けて。なにこれ、なにこさんみたいになっちゃう。なにこれ、いや怖いんだけど、なにこれ、なに、なにこれ、あ、そういうことね。そういうことね。これなんか一瞬なんか対立がなんかあの対立を取り戻すマップが出たんかなって一瞬だけ思ったんだけど、違うわこれ。なんかあの過負荷状態なんで、あのできません。あのスキルの代償なんで、あのシーラブさんこれクソスキルっす、こいつ。この女あのこのアバズレ終わりました。もうあれです。こいつあのワールドモードスタミナめっちゃ進むけど、あ違う、スタミナっていうかめっちゃ進むんだよ。レベル1で22いったからめっちゃ進むんだけど、60分できなくなります、ワールドは。この女マジでこの女人殺し、この人殺しマジで終わってます。普通にスキルが対立を返せ、対立終わってます。この人スキルが最悪なんだけど。まあ、いいし、一旦画面録画切りまして。え、よく耐えれるね、俺の iPad。なんかギリギリ。1% ってなんかすごいね。iPhone の 1% って底力すごいね、割と。え、対立消えておしまいなの、このゲーム。いや、本当におしまいっぽいよ。そうでしょ。え、でも俺逆に、逆に俺、一個ワクワクしてんのが、これさ、バッドエンド分かりやすすぎん？なんか。バッドエンド分かりやすすぎるから、この、今の終わり方。なんか俺個人的に、5.0 ワンチャン来るんじゃない、あのメインストーリーまた。だっておかしいもん、これでなくなってんの普通に。じゃあやって、じゃああれいないとさ、じゃああれいないと次の動画にあの無料曲のワールド間に合わないで。何今の時間なんか今止まったんだけど、あれないと終わんないんだけど、ワールドモードが。いやーもう最悪なんだけど、この女やばすぎなんだけど。え、てかさ、10プラスなのにさ、まだフューチャーまだ一人もいないわ、 PM。 えぐっ、めっちゃむずいよ。だって EX プラスが、 EX プラスが10人しかいないもん。
ガチ上手い人は呼んでやるやろ。みんな対立よりヤバいキャラ使ってるやついた、ここに。で見てこれ、ステラ使ってるやつこの時代にいたわ。対立よりこれこれあのステラ、わかった、ちょあのステラ上げるで対立だけ返して、ちょこれよくない、これめっちゃよくない、ステラ消せよ、じゃあステラ上げるわ、マジでステラ消してみると全然いいで、対立だけマジで返してほしい、テンペス対立だけマジで返してほしい、全然ステラ上げる、本当に心の底から上げるから、もう本当にいらんから、対立だけマジで返してほしい、対立はしかもテンペス対立がマジで返してほしい、本当にそれどう、ガイさんちょっと見てたら本当にそれどう、俺ちょっと提案、一旦ちょっと提案、もうこれだけはもう本当にやりたい、このどう、この交換、まあ、おもろい、全然いいぞこれ、普通に俺だったら。みんなだったらどうする、ステラか対立どっちか消えますよって言ったらどうする。逆張り以外は多分全員ステラになるんじゃない、こりゃステラ消せるやろ。対立いるって、え、どこに対立いんの、うん、ちょっと待ってねえ、これさ俺まだビヨンド解放じゃないのになくなっちゃった、大切なものは失ってから気づけない、いやだって普通に考えてこのゲームから対立が消えるなんて思わんや、冷静に考えて。なんでそんな急に言われても、そんな言われても、新しい光でアーカブやってみて、だってちょっと気になんないそれ、一回これやめて、もう一回やるよ、対立復活して やったマジで、アーカブだったらまあ別にいけんじゃない、 Q プラスだし、いきまーす。何この演出、やべえ、シライバやばい、全部が終わった、やばい、シーライブ、何これはやばい、いやこの企画アップルも関わってるわ、アップル社も、いやマジですげえわ、あ、演出、演出来た、演出来た、マジですげえわこの演出は。やべえマジですげえこの演出、一番トレーラーだった、アーキアっていうあのゲームだけでアップル動かすの初めて見た俺、アップル社が動くシーン初めて見た俺、いやこれさすがにすごすぎるわ、本当にアーキア死んじゃったんや、いや死んだっていうか 何がどう、あ本当にアイコン変わってる、これ見てください皆さん、アイコンがちょっと変わってます、いやすげえわこれ。びっくりした、でも本当に俺一瞬演出かと思って一瞬マジで、ちょこれいったもう最悪なんだけども。ちょやめてこれ、もう一回やるか、じゃあしょうがないから、米欄に対立がいるらしい、ちょっとなりきりだけはちょっときついから勘弁してほしいわ、すごい嫌いなんだよ対立のなりきり、俺昔見たことあるけど、なんか俺違う、対立のなりきりに俺一時期さ Twitter でなんかリプずっと絡まれてたのよ、なんか俺がなんかアーケア、なんか1年2年ぐらい前なんだけど聞いて、なんかリザルト開けるたびに、なんか対立のアイコンで対立って名前のやつが、あら、すごいじゃないみたいな、なんかすごい言われ、なんかすごいめっちゃなりきりですげえ言われるっていう、1、2年ぐらい前、めっちゃあったわ、それ。これもしかしたら視聴者の中でも知ってる人いるかもしれないけど、いやなんかね、まだね、あんまりこんな感じに視聴者がなんか定着してなかった頃、なんかね、結構言われてたわ。なんかすごい言われてたわ。なりきり、めっちゃ言われてた、昔。これどうなるんだろう、結構うまくない、しかもさあいきます、どうもならない、特にどうもならない、すいません特にどうもなってないですけど、プリだとこおるの。ガイさんいる。ガイさんが、いや、アーキュアのアイコンっていうか、なんか公式ツイッターが変わったみたいなの言ってたんだけど、誰かは。え、海外の方が対立いなくなってるよ。あ、そっか、海外だって、あれか、対立アイコンだったもんね。そうそうそう、うわ、怖っ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 、ほんとだ。あれが誰もいねえ。やばこれ、ってか、うまっ、この人。
は何だったんだろう結局。早い早い早い。なんでなんで右と左同時に出したの今ウインカー。あ違う違う、なんかウインカー調子悪いとウインカーの速度速くなる。なんか BPM2 倍になってなかった今。いやマジマジマジ。カッ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 言ってたもんね今。あほらそれ調子いいじゃん。